突然ですが、皆さんは100万円あったら何に使いますか？100万円あったら何に使うというアンケートに対して 37% が貯金だそうです。で、 27% が旅行、 7% が投資、ギャンブル、 6% が車、バイクの購入、あとはまあ家の購入とか、まあ、リフォームの費用とか、まあ、飲食費とか、まあ、趣味とかね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、100万円あったらね、まあ、まずね、車買えますよね。うん。100万円あったら、まず車買える。まあ、ちなみに、僕が買おうかなと思っているのが、まあ、BMW の SUV とかも、まあ、100万円あれば、まあ、結構選べなくもないです。年式は古くても、結構走行距離はあるけども、まあ、100万円あれば、まあ、選べなくはないです。で、国産車だったら、もう普通に100万円あったらもうめちゃめちゃ選べます。で、100万円があったらプチ留学ができます。まあ、将来のね、例えば英会話でもいいですし、それこそなんか資格とかね、100万円あればまあ結構資格とか結構いろんな勉強もできます。で、100万円があったら僕のタイの方にいるお母さんの潰れたレストランを5回再建できますといった感じで、100万円あったらね、とんでもなくいろんなことができるんですよ。で、その100万円を僕だったら何に使うかなと思って考えた結果、スニーカー買いました。はい、どうも、エンジャーケンジです。本日なんですけども、前回こんな動画あげましたわ。関税の動画あげましたよね。皆さん見てくださったと思います。でね、インスタグラム、ツイッターとかでね、100万近いねスニーカーを購入しましたと、そういうね名言もしました。結構僕を監視している皆さんであれば、早く見たくてしょうがないと思っている方もいらっしゃると思います。いろんな人にね、購入しましたよっつったら、エアディオールですかとかね、まあそういう声がね、めちゃめちゃ多かった。めちゃめちゃ多かったよ、エアディオールね。確かに損害する値段のものって言ったらエアディオールぐらいだもん。まあ、前回の動画でも言いましたけど、僕はエアディオール買っておりません。というわけでね、こっからはもう本当にやばい動画です。正直僕の自己満で買ったスニーカーなので、これ100万お前バカだろみたいなのすごい来ると思うんですけども、それはねマジでバカだと思う。本当にもう自分でもすげえバカだと思うし、病気だと思う。だけど俺は買ってしまったというわけでね、まあ、関税額合わせての100万円なんですけども、100万円のスニーカーをね紹介したいなと思いますけども、今回ね僕が買ったスニーカーなんですけども、エアーディオールよりも絶対にレア、もうこれは間違いない。多分日本に3足しかないと思います。3足よ、日本に3足。パリダンとかもそういうレベルじゃない。本当にパリダンなんて日本に4足ぐらいはあるんじゃない、わかんないですけど、っていうぐらいやばいスニーカーなので、じっくりと見てほしいです。今回ね、僕の買ったスニーカーの箱はこちらになります。じゃん、こちらの箱やばない？やばいよ、見て、何も書いてないの。何も書いてないんだよ、これはやばいよ。しかも僕がこんな手袋をするぐらいだから、本当にやばい一足です。僕の購入したね、スニーカーはこちらになります。じゃん！キスエアーフォース1 F&F モデルになります。はい、これを見ている人は、おい、マジかと、やったな、ケンジと。というわけで、はい、こちら、キスエアーフォース1 F&F モデルを購入いたしました。こちらの購入金額なんですけども、$8000になります。こちらのモデルなんですけども、前回日本でキス東京がオープンした際に発売されたエアーフォース1があるんですけども、そちらの F&F モデルがこちらになります。当初はね、こちらが販売されるんじゃないかなと思いね、かなり皆さんね、期待と胸をね、膨らませたんですけども、こちらは F&F モデルとなりまして、なんと全世界に100足ですね。全世界に100足しかないです。で、その中で日本にあるのは、オーナーのマタノさんっていう方と、あとは店に飾られてる1足と、これしかないです。しかもこちらのサイズ US12 というわけで、まあ、30cm ですね。30cm、僕が履けるスニーカーというわけでね、 US12、30cm を購入いたしたんですけども、まあスニーカー YouTuber 引退だよ。これの本物偽物の鑑定って俺できないんじゃないのって正直思ってました。なんでできないかっていうと、まずそんなにスニーカーが出回ってないから。僕が最初見た時はこちらね、150万ぐらい。だから1万5千ドルとかでの出品はあって、1万5千はまあ無理よと諦めたんですけども、で、1万2千ドルで US12 が出て、うーわー、買うか迷うみたいなね、120、130万は高いと思って、
結構ね、考えて考えた結果、まあ無理だと。無理だけど、もしかしたらね、前後に8000ドルでのサイズ違いでは落札されてたんで、ワンチャン8000ドルだったらありだなと思って、刺してたら、朝起きたら、なんか書いてました。でストック X って結構偽物とか送られてくるから、キャンセルとかも全然ありますから、まあキャンセルも最悪あるなと思って、ね、見てたんですけど、なんと送られてきて、これマジかと、本当に本物なのかと思いね、届いたら20万円取られてね、計算通りの100万超えのスニーカーがこちらという感じになりました。僕キス好きオタクナンバーワンでいいっすか、これ持ってるしいいっすか。多分これもロニーファイグのお友達で、多分金に困ったから売ったんだろうなっていう感じの闇の一足でもありますね。ロニーファイグだったらね、お金に困ってんだったら売りなよって言って売ったのかもしれないです。一般に出回ってるのが US10 ハーフとか11とか11ハーフとか10とかかな。以前ね募金の動画も上げたんですけども、そっちの方でも4足ぐらいは確か配られたと思うんで、でもそれには該当してないので、 US12 上げた人本当に少ないと思う。多分 US12 は本当に3足とか2足とかしかないと思うんで、犯人探しじゃないですけど、ちょっとやってもらっても全然構いません。いやーゴールだというわけで、本当にもう日本に本当に本当にないので、こちらを皆さんとシェアしていきたいなと思います。それではね、こちらをどうぞ。はい、という感じでね、こちらの歴史的資料とも言わんばかりのね、スニーカーをね、開封していきたいなと思います。まずね、こちらの手袋、シュプリームコラボっていうわけじゃないんですけども、ノベルティについてたやつを目の前にあったので使いました。履き心地なんですけども、とても悪いですけども、素手でやるよりはマシかなと思いね、こちらを使用しております。はい、というわけでね、開けていきたいんですけども、まずね、ディオール持ったことないんですけども、本当ディオールの箱とかなり似てるかなっていうぐらい、スペシャリティというか、なんていうのが怖いよね、本当に高級なものが入ってんだなっていう感じの分厚さの箱になります。こちらにはね、何も書いてないんですよね。で、写真の方で見せるんですけども、フェイクでこちらも売っているんですけど、フェイクではなんかね、木箱とかいろいろな装飾つけてるんですけども、そんなことないです、この黒い箱オンリーです。で、本物か偽物かね、僕も一応調べまして、写真上げてる方がこちらの箱を背景にしてたので、おそらくというか、まあ 100% これは本物ですね。それではオープン。こんな感じなんですよね。ビニールが入ってまして、中にはこういった入れ物に入っているっていう感じになります。かなりスペシャリティある感じっすよ、これは。なんかありましたね、バースティーレッドもこんな感じの袋に入ってましたね。バースティーレッド10足分のスニーカーなのでね、これはやばいっすよ。バースティーレッド10足っていうとなんかちょっと安く感じますけど、まあそれもそれでちょっとおかしいので、このコメントはなしにしたいなと思います。袋の方にはね、こういった感じで番号が振られて書いてあります。この箱がこの状態で届くってのはすごいなと思いました。てっきりね、ボコボコになってね、来るのかなと思ったんですけど、やっぱり100万近くするスニーカーなのでね、そんなことはなかったです。それだけは本当にありがとうございました、 UPS の方々。はい、こんな感じになっております。こちらね、ストック X のタグになっておりますね。いろいろとこのスニーカーで語りたいところはたくさんあるんですけども、やっぱり特徴的なのは中古というか、使い古すとエアフォースワンとこういう色になるんですよ。ロニーファイグといったらね、やっぱヴィンテージ仕様のものとかね、かなり大好きな方なので、ね、こういったところが特徴的ですね。これはね、キス東京とのコラボのエアフォースワンでもこういった感じなので、まあ、ここら辺はベースは変わらないですね。このね、側面にあるミニスウッシュといったり、シューターの部分、キスエアフォースワンって書いてあるところもあったりね、いろいろとね、本当にスペシャリティのあるモデルなんですけども、僕の知っている限りのこちらのスニーカーの情報を語っていきたいなと思います。キス東京とね、何が違うかと言いますと、まずは数字の部分にありますこのキスって書いてある部分があるんですけども、キス東京の場合は数字の方にキスのこのロゴが書かれてなくて、ここですね、ここら辺にキスのロゴがいっぱい書かれております。で、 F&F モデルは数字の方に書かれているっていう形になります。色もミニ数字東京は赤なんですけども、F&F モデルはこちら緑となっておりまして、中の部分、こちらは紺で、中のインソールがコルク仕様になっております。これ取れねえよ、怖くて。取りたくないもん。すいません、ちょっと取れないです、怖くて。本当に察してください。
これは取れないです。僕は取れないです、このスニーカーのインソールは。中にコルク仕様のものが入ってまして、ナイキエアーと刻まれてますね。これ書かれてるというか刺繍ですね。めちゃめちゃそこら辺もスペシャリティのある一足となっております。ヒールの部分なんですけども、キス東京のモデルはここにヒールはキスって書かれているんですけども、 F&F モデルの方にはナイキと書かれております。結構ね、他のモデルっていうか、まあこれが発売されるモデルもそうなんですけども、 F&F モデルはやっぱり他とは違った部分が結構あります。ちなみにね、こちらのモデルなんですけども、メイドイン台湾って書いてありますね。メイドイン台湾で、モデルがエアフォースワンビップキスっていう記載になっております。こちらで、紐の方なんですけども、通常のこういった紐が付いてまして、キス東京のエアフォースワンは最初デュブレーが付いてないんですけども、こちらのモデルは最初からデュブレーが付いている形となっております。付属品としてキーホルダーみたいのも1個付いております。偽物はね、こちらがねちょっと薄かったりとかもするので、これ見る感じだとまあ普通に本物だなっていう感じですね。これもすごいスペシャリティのある一足ですね。これ何がすごいって、本当にメイドイン台湾で作られているので質がかなりいいですね。普通のやっぱりベトナム製はまだあれですけども、インドネシア製とかに比べればもう本当に質がベラッポーにいいです。メイドイン台湾なんて俺この YouTube 初めて見ましたかもしれないです。アウトソールのね、このクリーム感といったりね、まあここら辺は本当にキス東京の方と何ら変わらないんですけども、まあこれはマジで家宝だよ、家宝。僕が買った車より高いもん。本当に後ろで一生飾ります。はい、そんな感じになるんですけど、皆さんどうすか。やっべえよこんなもん。結構偽物とか出回ってて、僕もこれを購入して届いてから一応いろんな参考資料とか画像とか全部見たんですよ。で、箱はまあ確かにこれだったし、スニーカーの中身のインソールとかのところも確かにこうだったし、まあ、間違いなくこれは本物の一足ですね。まず偽物でここまで質のいい箱っていうのはまあ絶対出回らないでしょうし、見た感じの質感とかもまあまあまあ間違いないという感じでね。まあエアディオールはね、やっぱ皆さんね結構言ってくれてたんですけども、エアディオール僕の中では8500足もあったし、期待値がやっぱ高いんですよね。みんなの期待が本当に高すぎて、そんなに価値のあるかな、まあ価値は確かにあるんです。正直これを100万で欲しい人って言ってもなかなか手が上がらないとは思うんですけども、エアディオールはその点においてはもうすぐに100万だったら欲しいっていう人もいますし、これの価値は僕とか本当に好きな人でしか表せない価値なので何とも言えないんですけども、僕はこのキスエアフォースワンを購入したことについて全くと言ってもいいほど後悔はないです。ロニーファイブからね譲り受けたものを僕がこういった形で購入するのは果たしていいのか悪いのかちょっとわからないんですけど、ロニーファイブだったら許してくれたと思いますし、その人のお金を手助けできたっていう意味でも考えればいいのかなと、僕はもうそう思うしかないです正直。でも本当に欲しかったスニーカーだったんで、もうこれで引退かな。うん、引退しないですけども、このモデルはいつもだったらね皆さんもどうですかという形だったんですけども、なかなかこれは難しいなとは思うんですけども、これからもねスニーカー YouTube 上げていくとは思うんで、ここで終わらず、ここで始まり、これからもね頑張っていきたいなと思います。そんな感じで、ね、今回の動画終わりたいと思います。この動画がいいと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。